日本の葛西紀明です。42番スタート、残り17人というところで葛西紀明が登場しました。1回目110m スタートしました。オレンジ色のジャンプスーツが体をなかなか小さくなっている。飛び出した、スキーが開いている、前傾サイド伸ばしてきた。しかし葛西としてはちょっと物足りない。 110m を超えたあたりでしょうか。109m50 を飛んで現在トップに立っておりますが、まだ残り16人の選手がいます。そして岡部登場。岡部スタート、シュプールを滑り降りてくる。お尻がよく落ちている、小さくなっている。スピード出た、ジャンプ落ちてくる、ズラーンと落ちてくる。距離を伸ばしてくる、伸ばしてきた、伸ばしてきました。130m、 そうですね、130m をちょっと超えたあたりでしょうか。 130m 付近まで伸ばしてきました岡部真信。128m トップ、日本の岡部トップに立ちました。日本西方陣也、1回目は5位でした。西方、風がほとんどない中、今飛び出した、 V 字に開いた、大きな前傾、伸ばしてくる、伸ばして、あーっと落ちてしまった。 110m ぐらいですかね。 110m ぐらいですか、はい、さあスタート、あららスタート、今飛び出した、高いジャンプだ、伸ばしてくる、あーっと風をつかめない、風がありません。101m、あーこれは今ちょっとあのテイクオフのタイミング早かったんじゃないでしょうかね。早かった、力みましたか。そうではないと思うんですがね、さあこのメダル岡部が手が届くかどうか。残りはゴルドベルガー、バイスブロック、ブレーデセン、世界の3強。まずはオーストリアゴルドベルガー、飛び出しました、低い姿勢です。いいですよこれ、前傾深い、前傾深い、伸ばしてくる、伸ばしてきました。K 点を超えてきましたゴルドベルガー、はい、2回目は 121m50 です。合計ポイント255ポイントで第1位。バイスブロック、口ひげを蓄えたその口をキリッと結んで今スタート。デモイエラのスキーが今飛び出してきた、高いジャンプだ、高いジャンプだ、いいですよこれ、まだ落ちない、今ようやく落ちました。 K 点を大きく超えまして 130m を超えました。130m を超えてきました。風はあまりないと思ったんですが、さすがバイスロック違いますね、はい、今スタート、スタートします。大歓声の中、ノルウェーブレーデセン、どうだ、銀メダルになるか、低いジャンプだ、低いジャンプ伸ばしてくる、伸ばしてくる、まだ落ちない、今落ちました。これは微妙なところ、ノルウェーのブレーデセン、どうでしょうか。 K 点は超えてきましたが、これは面白い勝負になりましたね。122m、第2位、ブレーデセン銀メダル、バイスブロック優勝、10年ぶりの金メダル。